しくついにあの棒鬼退治大人気アニメの2期がスタートしたね。1期を映画の盛り上がりを考えると当然だな。エッセイを数にしたし、現時点で殿堂入りアニメだぜ。あのアニメは日本の古き良き大正ロマンを感じさせつつ、鬼に立ち向かう少年の強さ、そして仲間たちとの絆が細かく書かれていますからね。精密調が評論家だな。まあ確かにその点には同意するし、付け加えるなら悪役である鬼たちにも焦点が当たっていて、心底憎める敵がいないってのも肝だよな。意外としっかり見てるんだね。意見がガチ勢のそれだよ。なんなら僕よりいいところついてるしね。だって面白いんだぜ。なんだかんだアニメ好きだよね。とまあ、そろそろ本題に入ろうか。今回は尖閣諸島に張り付く中国海軍艦艇が実戦モードに入りつつあるという噂について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年5月現在、中国海警局艦艇は100日以上連続で尖閣諸島周辺に出没し、日本の民間漁船への威嚇行動や領海侵犯を繰り返しているが、その海警局艦艇と行動を連動させて護衛任務についていると思われる中国海軍艦艇が常時2隻、尖閣諸島北方海域を航行しているよ。産経新聞によると、尖閣諸島の北方約 90km の北緯27度線付近を航行しているこれらの中国海軍艦艇が交代時に米軍や自衛隊に艦艇を識別されないことを目的として時間のレーダーを切って航行しているとして、実戦を想定した行動でないかとの懸念を持って監視警戒に当たっていると、複数の政府関係者が明らかにしたんだって。また、この任務に就く中国海軍艦艇は3年ほど前から、中国本土を出航する際にレーダー波を出さずに航行しており現地到着後に作動させているとも言われていて、艦艇を識別されないようにすることや遊戯の際にはよく見られる行動であるというぜ。しかしながら、対空レーダーらともかく水上レーダーまで作動させずに航行する行為は民間船舶との衝突を危険な行為であり、平時の軍艦の行動としては異例のことであるとしているな。明らかな敵対行為に加えて無関係の民間船舶にも危険が及ぶ可能性があるんだから、ほんとはた迷惑な話だよね。尖閣諸島北方に待機している中国海軍艦艇は駆逐艦やフリゲート艦とされ常時2隻で行動していて、尖閣諸島に張り付いている海警局艦艇の行動とリンクした動きを見せているのであるけど、米軍と自衛隊はこれらの艦艇が発するレーダー波のデータを保有していてその違いによって艦を識別しているんだ。しかし、レーダーを作動させず米軍と自衛隊に艦艇ごとの行動を把握させないようにするためとはいえ、現場到着後に時間のレーダーを作動させれば、たちまちに米軍と自衛隊が察知できるので艦艇の識別は可能であり、その行為には意味がないように思われるね。日本の識別能力を舐めてるな。もしくは力量を測る一環か、どちらにせよ敵対行為は明らかだな。そうだね。そのためか、一部の中国海軍艦艇では時間のレーダーを使わずに日本製商船用レーダーを搭載して使用しているとされ、これによって艦艇の識別を妨害するとともに行動を把握されないようにするのであろうと考えられているよ。米軍も自衛隊もこのような中国海軍艦艇を識別するためのレーダー波探知の他に、米軍の偵察衛星からの情報で常に中国海軍艦艇の行動を監視しているが、東シナ海で活動する中国海軍艦艇は最近では偵察衛星が上空にいない時間帯に出航するなどして、動きをつかませないようにしている動きを見せているとのことだよ。また、以前から中国海警局艦艇が尖閣諸島への領海内に侵入する際に、台湾付近に中国海軍のミサイル艇が展開していることが指摘されているほか、中国本土沿岸では地対艦ミサイル部隊も展開していることが判明していて、尖閣諸島への海警局艦艇に対する海上自衛隊護衛艦の接近を牽制しているのであろうとされているな。このミサイル艇は中国海軍東海艦隊の所属の22型砲兵型ミサイル艇と見られていて、排水量220トン全長43メートルの小型艦艇ながら雷霊83艦対艦ミサイルを8機装備しており、50ノットの高速で航行することが可能で、中国海軍では83隻を保有しているが、艦番号が書かれておらず艦艇の識別はできないでいるぜ。現在の尖閣諸島を取り巻く状況は、中国海警局の艦艇が4隻、2隻ずつにグループに分かれて尖閣諸島の接続水域に居座り、日本の漁船を追い回しながら領海侵犯を繰り返していて、それを海上保安庁の巡視船が阻止、また尖閣諸島の北 90km の北緯27度線に中国海軍の艦艇2隻が待機しているのを、海上自衛隊の護衛艦が監視中と、
尖閣諸島周辺はまさに一触即発なんだよね。遡ること5年前の2016年8月、尖閣諸島をめぐる緊張が高まる事件が起こっているんだ。それってどんな事件だったの？中国海警局艦艇20隻を護衛に中国の漁船400隻以上の大船団が押し寄せ、その中には100名以上の海上民兵が乗り込んでいて、尖閣諸島に上陸する可能性があるとされたんだ。結局、民兵による尖閣諸島への上陸はなかったけど、一時は8月15日の終戦記念日に海上民兵が尖閣諸島に上陸を果たす、などとのデマが流れるほどであったんだって。尖閣諸島周辺は防御場として知られていて、日本の漁船と台湾の漁船とでトラブルが発生したことがあったが、中国本土からは距離があり燃料費などを考えると採算が合わないため、それまでは本土から操業に来る漁船がほとんど見られず、この出漁は中国当局からの命令であったというぜ。ちなみに海上民兵とは退役した軍人などによる準軍事組織で、戦闘の後方支援的に国境防衛警備物資輸送治安維持などを任され、そのために必要な軍事訓練を受けているんだ。ほとんど軍出身と遜色ないんだね。そういうこと。かつて1070年代には中国全土で3000万人いた民兵は、2011年には800万人に減少したんだけど、近年の中国の海洋進出に合わせて海上民兵に限ってはむしろ増強される傾向にあって、中国軍事専門家によれば30万人ほどの海上民兵が組織されているというよ。以前は台湾侵攻に向けての兵力として組織されていたようであるけど、近年では東シナ海、南シナ海で自らが作り出した緊張の高まりによって、東南アジア諸国の全てを仮想敵国としているようだね。そして今回、もし尖閣諸島に中国の正規軍が上陸を強行するようなことがあれば、自衛隊に防衛出動が発令され、日米安保によって米海軍および空軍と共に中国軍と対峙する事態となるわけであるが、おそらくはそのようなことにはならないだろうな。習近平が率いる中国はとても狡猾で、尖閣諸島を実行支配するに際して自衛隊が攻撃を仕掛けられず、米軍が参戦できないように運ぶと思われ、そのために必要な存在がこの海上民兵なんだよ。ある日、海上民兵を乗せた漁船が分散して一斉に尖閣諸島の上陸可能な各島を目指す動きを見せ、それを阻止しようと海上保安庁巡視船が中国漁船に警告を発し威嚇するために接近すると、中国海警局艦艇がそれを阻止しようと間に割って入るか、あるいは巡視船に対して発砲する。これに対して自衛隊に海上警備行動が発令され護衛艦隊が出動。この間に発砲を受けた巡視船に物損被害、最悪の場合には人的被害が発生して退避、そして尖閣諸島には海上民兵が上陸を果たし各島にご成功を翻るっていうのが彼らの大まかなプランだろうね。この際に海上民兵の武器が護身用の小銃くらいのものであれば、領土を無力攻撃されたと認定することが困難となるからな。さらに中国側によって海上民兵を民間人であると発表されてしまうと全くのグレーゾーンとなり、防衛出動への発令の米軍が日米安保第5条を適用することも難しくなるんだよ。そんなの卑怯だよ。だがこれも吠えの裏を書いた戦略なんだよな。だからこそ、日本がその穴を埋めてつけ入る隙をなくす必要があるんだ。そんなこんなで対応に苦慮しているうちに中国は尖閣諸島を実行支配することとなって、南シナ海と同様に着々と基地化を進めていくことになるだろうね。最近の中国の動きを見ていると、これらの想定が現実となる可能性が高いと考えざるを得ないし、日本政府においても実戦モードへの切り替えが必要と思われるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。